佐藤のなんちゃらラジオ。この番組は3ピースバンド佐藤がローテンションローボイスでお送りする、人によっては日常が少しハッピーになるかもしれないおしゃべりラジオ。皆さんからのお便りを読んで、あーだこーだ言わせていただきます。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。佐藤の幸子です。智子です。奈美です。今週はスタジオからお送りしています。はい、はい、どうしてかと言いますと、うん、どうしてかと言いますと、うん、ボーカル向上委員会スペシャルということで、はい、今までいただいてたリクエストを、うん、溜まってます。はい、歌いたいなと思います。すごい、イエーイ。どうですか、喉の調子など。こんな日に限ってね、うん、乾燥で、乾燥と、今花粉、秋花粉ね。鼻も、うん、確か鼻かゆいよね。鼻がかゆくて、うん、あとニキビがすごい増えちゃって、私もニキビ。何でマスク、マスク、私はマスクだと思う。でも花粉もあるかもね。ね、うん、最悪です。だから結構モチベーションは今、うん、下がった状態。ダメじゃないですか。やっぱりね、この日に仕上げてこないと。そうそう、でも練習してきたんだけど、肌が出ると一気にテンション落ちるよね。当日にね、当日にこんな肌荒れ、まあね、あ、今日肌荒れしたの、一気に肌荒れ。今日にかけてって感じだよね。にかけてまた新しいのが昨日こうできてるじゃん。私は大事ですよ。最悪だね。最悪、ガリってやっちゃったりしてね。お腹も鳴るという、お腹も鳴るということで、お腹も減っているという、本当に悪条件です。今私はもう大丈夫かな。なんかテンション上げていこうぜ。テンション上げていこう。テンションを上げろ、テンションを上げろっていうさ、いつもここからの、いつもここからじゃないよ。あれ違う、いつもここから飛び石連休、あれ何、飛び石連休じゃなくて、そうね、シャカ、シャカだ。知らないし、シャカとか、シャカっていう芸人がいた、いるのかな、いるのかな、いるかな。うちらが小学校の時にオンエアバトルでシャカとか、もう大学の先輩しか思い出せない。シャカ、あの尊敬するね、尊敬する人は誰だっていうさ、質問をされてね、その人で、シャカ、なんて言ったら、シャカ、お釈迦様、お釈迦様だ、お釈迦様ですって言ったんだよね、その人。そしたら先生がね、釈迦とかって。そっからもう釈迦って呼ばれる。そっからもう釈迦だから、あの人の頭。釈迦でしたね。釈迦か、元気かな、釈迦先輩だから、ね、喋ったことないけど、ね、ないけど授業が一緒だったんだよね。お腹が鳴ってますね。すごいね、なんか今日はお腹が減っておりますけども。まあ、お腹空いてる方がね、いけるかもしれない。食べないって言うもんね、ライブ前とか。なんか、あ、確かに、あんまり食べ過ぎないみたいな。でも、安村奈美恵はおにぎり食べまくる。食べまくるの、うん、そうなの、お米なの、エネルギーじゃん、エネルギーを踊るもんね、だったら安村奈美恵って。確かに安村奈美恵すごいよ、ね、うん、MC がないんでしょ、本当に。あ、そうなんだ、一切なくて。かっこいいね、こういうのね。安室奈美恵も歌いたいな、今後。いいじゃん、好きな歌あるからさ、歌ってほしい。クリスマスの歌。あ、え、どんな曲？こうして二人きりで過ごすっていうね、あったかい、こう、いいよね。そう、テンション上げない感じのクリスマスって感じ、本当に。いいね、いいね、いいじゃん。しんしんと雪が、あ、そうなんだ、しんしん雪が降り注ぐ中、うん、歩くみたいな、こう肩をすくめながら、うん、すごいいい歌だよね、あれ、いや、クリスマスにかけてそれも、そうだね、12月頃それは、うん、まあ、それに向けて、うん、はい、練習していきましょう。はい、うん、よろしくお願いしま す。ボーカル向上委員会、コーナーは、はい、ボーカルを向上させようということで、はい、皆さんからいただいたリクエストを、はい、歌っているわけなんですけども、うん、アカペラで、うん、今回は、うん、
2つ、うん、そのままだったっけ。あ、そうだね、2つ。まだ歌ってない。そうちゃんからなんかリクエストした。まあね、ちょっとそれはもう最後スルーしようと思ったのに。なんで？いや、それもね、歌いたいよ、それも、うん、歌いたいけど今日はむずい。今日はね、むずかった。喉の調子もあれだった。そう、あと本当に難しいのありますんで、今回は、今日は、はい、そう、難しいリクエスト来てるんですよ。はい、はっきよいさんからいただいたリクエスト、はっきよい、谷口隆さんのビカミングっていう曲をいただいてたんですよ、リクエスト。はい、これを歌いたいと思いますけども、難しいんだな、めちゃくちゃいい歌なんだけど、うん、CD 買おうと思います、私この後。それぐらいめっちゃいい歌。買ってください。はい、ビカミング You are becoming my heart いつの間にか君なしじゃ息もできない、僕宛ての手紙のどこ読み返しても本当のことしか書いてない、 So sad、ただ切ない、ただ切ないだけで涙もため息もない、こんな状況で眠たくなる自分をわざと少しナイフで削ってみる、それでも記憶は鮮やかに君の嘘に笑うしかなかった、夜の虚しさを思い起こさせる、 Tell me 教えてよ my love、 責任なんかじゃなくて方法を知りたい、君の他にはもう何もいらないと感じた僕に何か足りない。どうですか、歌ってみて。すごく時間かかってます、ここまで。正直かかってます、正直な話、はい、収録時間、はい、収録時間がすごくかかりました、うん、30分ぐらい歌ってましたね。はい、すいません、しょうがない、難しい。本当はこの先、うん、ものすごい展開になってくの。すごかった、うん、歌唱力すごいって思った。そう、こっからがって感じなの、本当はね、うんうん、高音も、うん、高音やばいね、ものすごい上まで行く。男の人の声じゃない、うんうん、本当にすごいよ。すごいってことだけをちょっと本当に伝えますけどどうです、ちょっとワンフレーズで終わってしまいました。でも喉不調ながらも、はい、よかったと思いますよ。ちょっと歌ってみてくださいね。時間かかったっていうところでちょっと2人はあのちょっとそんなことないですよ、すごくそんなことない、そんなことないです。本当ですか、うん、ぜひあのまた歌ってほしい。そうだね、本当後半 CD を買うんでしょ。 CD 買うんだよ、ちゃんと覚えてさ、これはね、歌いたいですね。歌い上げてほしいです、ね、歌い上げたいです。こっから、うん、こっからだなって思うんで、はい、伸びしろあり、伸びしろありいやー難しいです、はい、頑張ってください、はい、次もあります、次もあります、次もありましょう。じゃあ今ね、タイムマシン、うん、はい、三つ目さんのタイムマシン、はい、というリクエストいただいたんで、好きでした、この曲は。すごい好きです、好きです。歌うのね、すごく、まあ、さっきのビカミングもだけど、うん、いや怖いよこのコーナー、怖い。君のよく遊んだ川が埋め立てられたね、手足は水面に溶けて
幽霊みたいだなって思って、頼りないと怪我をし、90年に戻りたい、リピートして思い出す、君の母譲りの低い声、夕闇はそっちだと青く見えたりしませんか、タイムマシンであの頃にタッチして、タイムマシンであの頃にタッチして、過去の気持ちを今僕に伝えて、過去の気持ちを今僕に伝えてよ、難しいですね。難しい。なんか音程が、てか伴奏。ね、アカペラで歌うと。アカペラで歌うと。難しそう。難しそう。懐かしかった。懐かしかったですね。懐かしい、この曲。頼りない時計が欲しいって歌詞好きだった。ああ。私90年に戻りたいって歌詞セットで好きそうだね。頼りない時計欲しいなって思ったよね。難しい。確かに頼りました。ね、変わりない時計が欲しいってそのフレーズに入れちゃうのいいね。ね、いい曲。歌詞の素晴らしさに気づかされましたね。うん、いや素晴らしい。どちらも素晴らしい歌でした。ビカミングも歌詞すごくない？結構すごい。すごい。すごい。もっとナイフで、ね、削ってみるみたいな。っていうさ。すごいグッとくるよ ね、 ね、なんかよくこんな思いつくなって思った、聴いてて、それがね、あの高音ですごい刺さるっていうかさ、ね、いやかっこいいな、世にある曲は、ね、素晴らしい素晴らしいです ね、うん、ね、はい、ちょっとバババッと歌っちゃいましたけど、はい、はい、クエスト本当にありがとうございました。すごくお待たせしてしまったんですけどね、タイムマシンなどは。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変でしたね。大変だった。喉の調子どうですか？え、喉の調子は？喉、ね、の調子はね、意外にも今大丈夫、うん、大丈夫なんだけど、バイト終わりみたいなねバイトの終わりって感じ。バイト終わり、バイト接客終わりって感じで、喉も、あ、じゃあそこまでダメージが来てない感じなんですけど、うん、まあ年末ですね。もう11月だよ。早いですね。もう過ぎな、あと2ヶ月しかない、今年。あと2ヶ月やばい、ね、信じらんないよね。やばいね、やばいよ。ついこの間って感じに、おし、あの、お、おし、そうか、あ、わかる、早く来ないかなって思ってたのに、もう来たよって感じ。もう来た。なんでこんな早いの？特に何もしてないの？早すぎる、うん、いやー、怖いよね、時が過ぎるのは。大晦日にさ、必ずこう食べるものとかあるの、家族で毎年？え、でもちょいちょい変わってる、うん、鍋だったりとか、お寿司だったりとか、うん、すき焼きとか、あ、すき焼き食べてね、時々で変わってるよね。あとなんか食べてるの、やっぱ魚？魚？魚？煮物？魚？あ、煮物？煮物、うん、いいね。煮魚？煮魚？へー、絶対できる。ヒラメみたいな。へー、カレー？わかんないけど。なんかそうだね、家族でご飯食べるとき絶対出るね、煮魚が。へー、大晦日？大晦日。そうなんだ。なんかいいよね、おみそかの食事大好き。大好き。私も大好き。本当ワクワクするよね。ワクワクする。なんかしんないけど。ね、なんかしんないけどね。うん。一番ワクワクする、ね。一番確かに。
一番かもそれ、まあ、本当に年の中で1年の最後に食べる食事なんだね。フィナーレを、フィナーレ家族でっていう、去年帰れなかったからね。あ、そっかそっか、父ちゃんがさ、あ、ミルフィーユ鍋作ってくれてて、あ、そうだ、写真来たね、したんだ、ミルフィーユ鍋、本当に仕事で帰ってきたらもう出来上がってて、あ、気合入ってたから、気合入った鍋が出来上がってて嬉しかった。もう朝その日、大晦日の日はもう、うん、ね、さっちゃんと鍋するって決まってたから、うん、もう起きた瞬間からもうスタートだよね、うん、私の鍋奉行が、鍋作りが、鍋作り、ミルフィーユ鍋奉行としてやっていこうかな。食べたことないミルフィーユ鍋って、美味しかった、本当に美味しい、美味しそうだよね、あれ敷き詰めてるよね、こう、まあ、うん、よくあるじゃ ん、 うん、なんかその見たことある、白菜と豚肉をこう、うん、交互に、交互に、うん、その真ん中にカマンベールチーズを、そうなの、あの切り込み入れて、うん、4等分に、チーズ入れんだ、入れるだけだって、そっか、汁は白菜から、うん、あとあの鍋キューブとか1、うん、ポンと入れるだけ、うん、チーズ、あとはそれを溶かしながら、チーズを入れるのが一番ポイントで、やっぱそうなの、そうね、溶け出した、うん、最高だった、エキスが、美味しいんだ、本当に美味しいよね、そう、美味しかったよ、美味しそうだわ、うん、いいね、うん、どうかな、ちょっとなるかなって感じですね、どうかな、か今年、うん、帰ろうか、帰ったら今年は、うん、ずらそうかなとかね、ちょっと時期を、うんうんうん、やっぱダントツで一番混むと思うね、今年はすごく、ね、去年帰れなかった人も、ね、絶対混むよ、うん、今年は、うん、もういいだろうって言って、確かに、そう、脱線かも、やばいんだよね、あの年末の新幹線のさ、約 20% みたいな駐車率、ね、通路に立つんだもん、後ろにずっと気配があるよ、思い出したよね、イライラしてんのね、みんなやっぱり座れない人はもうイライラだから、そうだよね、そんな感じですかね、そんな感じですかね、ちょっと短いかな、うん、今回はまあまあ短くても、今回の放送はちょっと短い、うんうんうん、またお便り募集するんで、はい、あのインスタの方でね、はい、鍋だ、鍋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 、好きな鍋、うん、ね、寒くなってきたんで、うん、皆さん風邪など、風邪などちょっと気をつけましょう、本当に乾燥すごいですからね、季節ですね、か、うん、やばいやばい、加湿器、加湿器だ、それでは、はい、またお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。